幼稚園生ぐらいの頃から空港で見た飛行機が飛ぶ姿であったりパイロットが歩く姿を見て、農操縦大学を調べる中で熊本空港のエアライン機が飛ぶ空港の環境の中で訓練ができて、でかついろんなあのエアラインの出身の先生方から勉強ができるということを聞きまして、操縦大学を進学しました。入学する前は訓練ばっかりの勉強なのかなというふうに思っていたんですけれども、実際入ってみますと訓練だけではなくて大学での普通の一般教養であったり英語の授業を含めて、また体育の授業ともあり、またその上で訓練の授業もありまして、いろいろ充実した生活が送れたかなというふうに思っています。メリハリをつけて勉強とまた私生活でリラックスリフレッシュする時間を設けることを大事にしています。いろいろな人と和気あいあいと、かつしっかりとフライトのマネジメントができる機長になりたいというふうに思ってます。またパイロットはさまざまな困難な状況にも遭遇しますので、そういった際に冷静な対応ができるパイロット機長になりたいというふうに思っています。パイロットとしてだけではなく一社会人としてのことも学ぶことができるいい環境であるというふうに思います。ぜひ操縦大学に入学を希望してください。